皆さんこんばんは、石川和恵と言います。よろしくお願いします。あの鎌田さん、鎌田ニューエイトさん、私初めて歌わせていただきます。もうすごい素敵なお店ですね。もうあの前回の時にお客さんでちょっと遅い時間にダーッと駆けつけてきたんですけれども、まさか今月歌わせていただけるとはで今日は、ひとみーさんの曲を2曲頑張ってカバーしたいんですけど、なんかねちゃんと詩が入ってないんです、ごめんなさいでちょっと見ながらなんですけど、挑戦させていただきます。はい、では私あの一応シャンソンを習っておりまして、割と今大変な状況にあるようですし、あの高年齢化もしているので、いろんな方に聞いていただきたいと思いまして、でも耳慣れてる曲がとても多いので、あそれ知ってる、シャンソンだったのっていう方多いんで、今日はその代表曲というか、1曲目が、オーシャンゼリゼ、それは多分ね皆さん分かるん でサビのところなんかはあの一緒にマスクの中で歌っていてください。はい、であじゃあお願いしますいっちゃいます。遊びに行こう、みんなが集まるあのクラブ、ギターを弾いて朝まで歌う、楽しく騒いで恋をする、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリゼ。ですが、私が一番シャンソンを習って初めて、習った大曲でして、大きな舞台市民ホールで歌わせていただいた思い出の曲なんですけど、これはあのとてもいい曲なので皆さんに知っていただきたくて、ステージに上る時割と歌わせていただいている曲です。パリの空の下です。はい、お願いします。薄いもやの込める街に車の音遠く響く、日の光がかすかに差し込む
大変なのが私キトミさんの今回のでいろいろ50何曲皆さん社長さん送ってくださいましてね、一生懸命いろいろ聞いてどれだと歌えるかなと思いましてね、私一番ね好きだったのが、もともとラブラブ埼玉大好きなんです。はい、埼玉県民ではないんですが、はい、それとあと二人の好きので振り向いて、はい、はい、ちょっとね詩を見ながらで申し訳ないんですがね、まだね入ってないんですね、よいしょ、はい、頑張ってやってみたいと思います。はい、2人の好きので振り向いてです。冷たい風に吹かれて、あなたと歩く踊り、白い世界に熱い熱い恋の始まる予感で、イルミネーション見上げるあなた見つめたら、二人の前を雪がちょうちょみたいに踊った、もっとまっすぐ歩こうよ、手を伸びえるあのあたり、もっとまっすぐ歩こうよ、ささらが走るあのあたり、ススキの振り向いて私を誘って、ふすきので振り向いて今夜は帰らない、きれいに北の星空、街中引き詰めきらめいて、
ように輝いたホワイトローの春をずっとあなたと待ちたい。もっとまっすぐ歩こうよ、ネオンの見えるあのあたり。もっとまっすぐ歩こうよ、ささらが走るあのあたり。ススキので振り向いてお酒も飲めるわ。ススキので振り向いて今夜は帰らない。間違えましたね、見てるのに2回やってしまいましたね。どんまいですかね。しっかりまた練習してね、こうやって歌える時に歌わせていただきたいと思う歌でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ね、私これ黄色を着てるんですけど、青いのもちょっと用意してましてね。でだけどひとみーさんが黄色だったんで私もあやかろうと思いましてね。今日は、はい、ビタミンカラーで頑張ってます、はい、では時間もしてるんで、ラブラブ埼玉頑張っちゃいましょうよいしょ、あれ、はい、お願いします。ラブラブ埼玉レッツゴー、ラブラブ埼玉フォンリラー、ラブラブ埼玉ウィッチスマイル、ラブラブ埼玉。
。